はい、こんにちは。ウクレレ講師、ギター講師の斉藤正人と申します。今日はですね、ジェイク島真子さんのフラガールリハーサルマーク E を、お伝えしたいと思います。こういう部分ですね。はい、という部分に、なりますね。ではではやっていきましょうか。ちょっとここはですね、本当に歌うようなリズム、になってます。楽譜だけで見てるとすごく分かりにくいので、ぜひよくね、あの耳で、本気をですね聞いてイメージつかんでからですね、始めていくといいんじゃないかなと思います。僕もですね、これ毎回少しずつ変わっちゃうんですよね。なんか自分がなんかもうたくさん僕やりすぎて、なんか自分なりの解釈に少しなってしまうところがあるんですけども、すいません、なるべくね、忠実にご説明していきたいと思います。まあジェイクさんもここアドリブの部分なんですよね。その場で思いついたフレーズを弾いてるっていう印象だと思うんで、印象なので、ですからそこまで完コピー目指すところもね、なんか少し違うような気もしますけども、一応ね、すごく素晴らしい、フレーズなので、一つ一つね、ご説明していきたいと思います。はい。ライブとか見てもね、ジェイクさん結構毎回ここ違う部分で、結構その違いがなんか楽しみなところがね、ありますけどもね。はい。これが一応最初のテイクというか、基本のね、テイクになりますね。ジェイクさんがこれで最高だ、完璧だ、リリースするぞっていう、ね、最初に思った、テイクなのかなと。いう感じです。では、ご説明していきますね。リハーサルマーク E からですけども、最初、このフレーズから始まっていきます。2弦がね、上がっていく感じなんですけども、2フレットから始まりますね。人差し指。で次、3フレット、中指でもいいですし、薬指でもいいと思います。逆に、人差し指の次、薬指。中指、薬指じゃなくて、人差し指、薬指の方がいいと思います。というのも、次、スライドするんですよね。2、3、で、3、5。この時に、薬指の方がなんかこうね、人差し指と中指、こう、ベタッとこうね、弦にくっつけてミュートしながら、薬指も添えます。こう、薬指とくっついてます。こうね、バラバラじゃなくて、薬指にこう、ピタッとくっついてる感じです。こんな感じですね。でくっつけて人差し指と中指こう弦に触れながら、この2本を横にずらすと薬指もね、それに自動的にこうずれていくみたいな感じ で薬指のスライドでね、弾けます。2、3、5でつるんたんたん、つるんたんたんって感じですね。つるんたんたん、はい。スライドがここ入っていきますね。3フレットをね、グッとしっかり押さえてもらって、ちょっと強めに弾いたらレールの上を滑るように5フレットまで薬指ね、スライドしてください。なるべく指の先っちょ真上からまっすぐ指立ててもらってから、こうね、ズルズルって感じです。ベターンってくっつけて、こうグググググではないです。まっすぐ立ててください。はい、ちょっと難しいかもしれないですけどね。で、それをもう一回繰り返しますね。2、3、3、5、いいですか。1回目は2、3、3、トゥントゥン、でもう1回タタトゥーン、で次2、3、5まで行ったら、2回目の時は5から何またスライドします。 5フレットを押さえて、で弾いてスライドして7フレットの音を鳴らす。で5にまた戻ります。この時に薬指そのまま戻すんじゃなくて、薬指はスライド要因です。5フレットまた押さえるときは人差し指です。薬指グッと上げたら人差し指ですね。グッとスライドしたら多分5フレットの真上くらいにもう人差し指いるんで、この指使ってください。薬指をね、わざわざまた戻すとなると、
ここで音途切れちゃいますから、スライドしたら人差し指用意して薬指離す。これで滑らかになります。ここですね。はい、でそしたら次9フレット、2弦の9フレットを中指で今度はスライドしてください。人差し指をねこう添えながらベタッとこうね、あの全部の弦に触れつつ、中指と今度はこうくっつけてください。ピッ、こんな感じですね。こういうイメージで、まあ、人差し指をこう滑らして、で中指立てたままですね。はい、薬指で、あ、中指か、中指で9フレット、結構下の方からこう結構くどめのなんか拳というか、下の方からこうねこう言えてる感じはありますけども、まあ、お好みでこんな感じでね、あの入っていきますね。はい、スライド続きのポイントなんですけども、やっぱりあの真上からねまっすぐ指の先っちょで押さえるというのもありますし、指の向きをですね、あのこう下からまっすぐだとこういう風な感じになろうとする方多いと思うんですけども、これだとですね、こうやっていくうちだんだんこうなんか力がこうね、あの及ばなくなったりとかしますから、こっち側なんです。こういうこっち側の向き、指の向きがこうあるとこっちが押し出すってことは結構力強いんですけども、ここからこういう風に行こうとするとやっぱこう負けやすいんですよね。こうね、摩擦にこっち側だとグッとこう力入りますから、こっち側に持ってきて押し出すようなイメージでスライドしてください。グイーッと。ただこの第一関節第二関節、指のフォームはガッと固定したままそのままグッと固定してください。でそのままよいしょってズル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 って感じなんですね。途中でこうフォームが左手変わることはないです。裏側の親指も一緒に、まあ、ちょグッと握り込んでもらって、握り込みすぎると多分こう動かないよってなっちゃいますから、そのなるポイントと挟み込めるポイント、その力加減は、自分でね、あのかなんかあの体で指で感覚ね、あの掴んでもらって、でこう上げてください。この距離になるとさすがにこう押し出してこう引くっていうことが結構距離的にできないですから、で慣れると親指いらないですよね、普通にこうね、こんな感じ。はい、これもまああの弦高がねやっぱり低くないと、弦高の高いウクレレって非常に弾きにくいので、そこら辺も多分デメリットでこうね、あの高すぎるとすごく難しいかもしれません。はい、あの楽器屋さんに弦高を下げてください、ここ削ってくださいって言えば、弾きやすくなります。そのね、あのちょっとあのいろんな不都合な部分もね出てくるウクレレとかもひょっとしたらあるかもしれないので、そこはあの店員さんとね相談して、ください。なるべくリペアやってますってあの掲げてる方がいいと思いますね。はい、ではでは、でこうね9フレットこうねスライドしていきます。やっていけばだんだん慣れていきますこれね。で中指で9フレットこう下から上げてもらったら、下から9フレットに上げたら、もう一回9フレット弾いてもらって、ダーンタ。で、次9。っていうフレーズが入っていきます。中指で9フレット、ちょっと強めに弾いてもらって、で、もう一回。ダーンタラン。で、10フレット、薬指でハーマリングです。ダーンタ。右手はタンタンだけです。タンタウンですね。でハンマリングで鳴らしてもらって、真上からこうグッ叩きつけてください。薬指を、中指を押さえたまま薬指で、しばらくこうダンタタンタン、1212というふうにあの4拍伸ばす感じです。4拍まあちょっとですけども、ダンタランタン3412うん。でまた9フレットスライドから入っていきます。でもう一回同じフレーズをハンマリングして、でちょっとビブラートをこうねグイグイグイって入れてもらって、10フレットですね。はい、ここニョロニョロニョロがね横線あるのがこれビブラートです。縦方向にこうやるとまあちょっとえげつくなくなっちゃいますけども、横方向でもうっすらいいです。グリ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 。でそしたら次薬指そのまま2フレットに持ってきてもらって、ずっと2弦です。
で2フレットからまた5フレットスライド、2フレットを2回弾く感じですね。ダーン、で5フレット鳴らしてもらう、スライドね、薬指でしたら3フレット下がって、ここ弾かないかな、で中指で3弦の2フレットです。ここまでずーっと2弦ですね。薬指でちょっと薬指こうクイッと入れる感じで、これね、あの別に2フレットから4フレットじゃなくても3フレットから4フレットでもねいいと思います。ちょっと入りにくいと思うんで指がね。で薬指で4フレットをこうずるーんと滑らしてもらって、で中指で次3弦の2フレットで2から1、これあプリングですね。中指で2フレット弾いたら人差し指を1フレット押さえっぱなしにしといてもらって、中指を下にこう引っ掛けるようにして離してください。で中指で2フレット、でそしてまた中指をそのまま2から 2フレットから4フレットでスライド、でそしたらまた同じフレーズを、で、2回やりますね。ダンダンダン、薬指でねスライドのやつですね、出だしのフレーズです。で次今度1弦4フレットがきます。中指でね1弦4フレット一瞬弾いてもらって、でまた薬指ね2弦5フレットずっと、まあ用意したのはねあんまり指離さないようにしてもらって、薬指でまた中指でスライドして9フレットから2弦の9フレットですね。タンタンタン、ちょっとなんか3回目ぐらいかな、3回目、うん、4回目、ここの部分はあの少しなんかタイミングずれてる、溜めてるような気はしますけども、まあ大体でざっくりです。はい、自分なりのフラガールね、なんかできるといいですね。なんかリズムとらわれず、あのジェイクさんもここ自由になんか歌うように弾いてますから、その自由に歌うようにということができるということがフラガールなのかなと思います。はい、譜面通りにしっかり弾くということがフラガールとは限らないですね。はい、で、2弦の9フレットまたスライドしてもらって、中指で9フレットで、9フレットが薬指ですね、10フレットハンマリングしてもらって、でまた薬指2フレットかな、まあ中指でもいいですけどね。はい、中指の方がいいかな。3弦2フレット、今度中指で2フレットを押さえてもらって、でまた3から5スライドします。薬指でね3フレットから5フレットをスライドして532、薬指中指人ですね。でまた2フレット、人差し指から中指3フレットで、薬指でスライドして41、3弦中と人差し指 で次、2フレットなんですけども、ここをですね人差し指で押さえてください。人差し指1個ずらします。はい、なぜかというとこの後がですね、ちょっと分かりにくいところです。とこうなんかフレーズ盛り上がってね、ソロが終わるんですけども、これはですねオクターブ奏法といって、3弦2フレット先ほどね押さえてもらったんですけど、こう3弦担当はずっと人差し指です。で1弦は小指っても決めるんですね。でこの形で作ります。3弦2フレット人差し指でね押さえたら、次小指が1弦5フレットに来るんですよ。でこれはオクターブなんですよね、1オクターブの形に なってます。3弦をねこう人差し指で押さえたら、2本下の弦の3フレット先、つまり1弦のプラス3してもらって5フレットですよね。この形が1オクターブなんです。
3弦の2フレットと1弦の5フレットで、これを横にずらすとその形のままどこに行っても1オクターブなんですよ。で、この形をキープしたままメロディーが上昇していくのがこの最後の、あのソロ抜けの部分なんですね。で、こうね、あのまた戻っていきます。はい、ここが厄介なんですけども、タンタタンタンタン、2フレット押さえてもらい、弾いてもらいました。そしたら次、小指で1弦5フレット、トタン、タンタタンタンタン。で、小指5フレットで、また2フレット人差し指押さ弾いてもらったら、2フレットをそのまま人差し指スライドして、で、今度小指1弦の7フレットになります。この形のまま全体的に2フレット上がるって感じですね。で、次まだ人差し指で、ね、4フレットになります、3弦ですね。ここから4弾いてもらって6に今度上がります。そしたら小指今2フレット上がった分ですが9フレットになります。で、また6フレットね、押さえ引いて3フレット上げて9、そしたら小指が12フレットで終わりです。リハーサルマーク F の、まあ、出だしに入っていきますね。はい、ここはあのまああの先ほどのサビ前とね、あの同じ感じの奏法になるんですけども、分かったら大丈夫でしょうか。で、リズムがすごく難しいですね。タイでつながってる上に、なんかあの、まあ、引っ掛けフレーズっていうか、ポリリズムっていうね、あの頭の拍がこうずれてる風に聞こえるっていう、あの、まあ、疾走感がね、あの出てくる技法なんですけども、1,2 って弾いたらですね、覚え方としては 1,2 そしたら1回休んでください。うん、うん、たんた、最初にいいですか、うん、たんた、で、スライドしてうん、た、うん、うん、いいですか、うん、たんた、うん、た、うん、うん、で、ごめんなさい、たんた、たんた、うん、たんた、た、うん、た、で、次、小指の9フレットから入ってた、た、はい、2小節なので2拍ずつ考えると 1,2,3 3つのこう、セクションというか部分的に分けていきます。タンタタンタンタ、で、このあと1個目タンタ、2個目がズルタツルですね。で、最後がになります。なので、全部まとめてか覚えようとすると分かりにくいので、ちょっとこう区切って覚えるわけですね。で、くすつなげていくと、というふうな感じになっていきます。一番最後、あのタタタ弾いた後、三四タ、三四を、言えると次のこのね、あの部分にも、すごく入りやすいと思います。一緒です。はい、一緒ですね。はい、という感じになります。最後にちょっとこのリハーサルマーク E ゆっくりやってみますね。いきます。
はい、こういう感じになります。それちょっと早送りの部分がありますけども、だいたいこんな感じで OK だと思います。リズムとか拍にあまりねとらわれすぎないようにすると、特に楽譜見ながら弾こうとしないようにねしてください。僕ちょっと今楽譜見てねやりましたけども、やっぱちょっと不自然な感じになりますね。なんか柵の中で閉じ込められているようなそんな感じです、はい、自由にね弾けたらいいと思います。ハワイの風を感じるようなイメージで、はい。で、この後リハーサルマーク F にね、入っていくんですが、まあ、先ほどのリハーサルマーク、C か、C とほとんど同じですね。で、最後だけちょっとフレーズが1回多いっていう感じなんですね。っていうのがね、入ってきます。このリハーサルマーク F のね、ページの最後のところですね。こういうところもですね、2フレット。ここね、つなぎ目ですね。ですね、2フレット人差し指で、2弦ですね。2フレットから5フレットをスライドして、でジョイントしてこうですね、1弦の5フレットで人差し指5フレットを押さえながら、5フレット弾いて2回弾きます。タンタタンタですね。そしたら薬指で7フレットグッ叩きつけてハンマリングです。で薬指離して5フレットね、タンタハンマリング離して5フレットで、次7フレットから9、次のページに行きますね。でこれスライドします。7フレットから9フレットでちょっとビブラートして、で人差し指で2弦5フレットを押さえたら薬指7フレットから12フレット、なんかちょっとゆっくりめに弾くとなんかスライドするとかっこいいですね。はい、なんかピョンじゃなくてドゥーンって感じですね、はい。で、12フレット薬指になりました。で次ここだと12フレット薬指押さえたままですね。人差し指で、10フレットのこの2弦のですね、人差し指押さえてもらって、で中指が、3弦の11フレットです。で人差し指をこうペタッと寝かせておいて薬指をね離せば、そのまま一弦鳴るようにしとくと非常にねいいですね。なんか他の音も途切れませんし、全部離しちゃうとこんな感じで一瞬で止まっちゃうんですよね。なんか和音な感じが。人差し指で、10フレットの1弦2弦ねベタッと押さえて、で中指で、11フレットな3弦ですね。で4弦の開放弦と一緒に弾くと、親指もねご覧になりますかね、横向きにするとこの人差し指寝ますから、寝るというかまっすぐになるんですね。親指ここら辺にあると指人差し指こうね横斜めになっちゃいますね。横向きにしてください。こんな感じ、もう、7フレットとか5フレットぐらいの裏です。親指こう7ヘッドの方をまっすぐ向くようにしてください。こうじゃないですよね、こうまっすぐじゃなくて横向き、そうで人差し指寝ますから。ちょっとギリギリですけどね、ボディに。ちょっとソプラノとかコンサートきついかもしれないです、ウクレレのねボディ的に。で薬指12フレット押さえて、ちょっとゆっくりね下ろして、で薬指離して1弦の10フレットタンタン、で人差し指を次9フレットに持ってきて、で9、10、10、はい、これ難しいです。人差し指が1弦の9フレットですね、ここになってます。先ほどと、ね、同じです。で2弦の10フレット、これな、薬指です。薬指で押さえてください。で中指で3弦の10フレット、これじゃないと多分あんまりよろしくないかと思います。これでいきましょう。
他の、代替する指はないです。僕が、考えうる限り1弦の次10フレットになるんで、それを小指で使いたいんですよね。一度弾いてからすぐ離しちゃうと音がつながった感じがしないんですね。ですから9、10、10、1弦からですね、9、10、10を人差し指、薬指、中指で押さえてください。頑張ってください。指しっかり立ててください。特に人差し指結構きついんで、指をまあカッと前に出さないと多分大変だ、きついと思います。はい、うん、こんな押さえ方を方ねしたことないかもしれませんが、で小指でその形、これ押さえたまま小指1弦10フレット追加です。きついです、ギュッと。で人差し指で1弦7フレット、この時には離していいです。まあ、できれば、ね、離さなければ一番いいんですけど、これね G マイナーの和音の音なんですよ。この音をこの小節内は G マイナーのコードなので、この和音の音を伸ばしっぱなしにすると、まあ、美しく聞こえるというわけです。で最後5フレット、ここはもうしょうがないですね、全部離して人差し指、ただ人差し指で1弦と2弦ペタッと押さえてもらって、まあ、中指もね3弦6フレット準備して先を見しといて、こんな感じでですね、はい、人差し指を2本押さえとかないと、このこんな感じで最初に弾く1弦5フレットの音がすぐ途絶えてしまうんで、それがちょっと美しくないですね。こんな感じになっちゃいますから、もともと押さえといて、はい、アルペジオだと思ってください。ここねコード作っといて1本ずつ弾く、はい。でそしたらまたこれね、先ほどのこの出だしのフレーズをもう一回弾いて繰り返しですね、ここね、溜めてるイメージですよね、ここね。なんか拍通りじゃなくて、溜めてるっていう感じ、気持ち込めてるですね。はい、ちなみにこの12、11、12、10、11、G のとこですね、ここのとこにビブラートがあるんですけども、これはもう3本今押さえてるので、3本押さえててどうやってビブラートするんだっていうことは、まあ、全部ビブラートしてください。もうガッと握り込んでグリグリグリって感じです、ね、こんな感じ。まあまあバンドとかね、他の楽器がいるんで全然、まあ、そこまで、ね、気にしなくてもいいかもしれないですけどですね。はい、心込めてね弾いてください。そしたらこのままね1格好でまた、まあ、繰り返して2回目やって、で2回やったらまたリハーサルマーク C ですね、これをね弾いてもらったら、最後じゃーん、ちょっとゆっくりになって、さっきやった556です。人差し指が1弦2弦ペタッと押さえて、で中指で、3弦6フレット、このね薬指しっかり立ててください。第一関節で押さえる、ペタッとふにゃってならないようにちょっと頑張って立ててください。はい、やっていくとだんだん力ついてきます。で親指ちょっと横向きにするとね、人差し指まっすぐなりやすいですから、これでおしまいです。はい、一応全解説させていただきました、フラガール。はい、ぜひ本家とね合わせて一緒に弾けたらすごくね気持ちいいと思いますし、誰かに伴奏をお願いしてねとか、自分で多重録音してとかも、全然面白くてねいいかと思います。ぜひトライしてみてください。じゃあ何かね
ご質問とか分かんないことあったらコメント欄とかにいただければ、可能な限りご返信しますし、オンラインレッスンもやってますので、もしね、もうちょっと詳しく聞きたい、これどうなんだろう、これ合ってますかとか、聞きたいことあればぜひぜひお申し込みいただければと思います。はい、ではではよろしければね、チャンネル登録、そして、ね、よかったらグッドボタンを押していただけると、すごく励みになります。ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。頑張ってね。